ニコラウス2世はローマ教皇。俗名はブルゴーニュのジェラールで教皇となる以前はフィレンツェの司教だった。1058年当初、トゥスクルムのトゥスクラーニケなどの貴族の指示を受けたベネディクトゥス10世が、教皇に選出された。しかし一部の数奇教は買収があったとして選挙の不当性を主張しローマから追放された。イルデブラントは ベネディクトス10世への対抗を表明して、ジェラールへの支持集めに走った。1058年、反ベネディクトクス10世派の数奇教らは、シエナで、ジェラールを対立教皇ニコラウス2世として擁立した。ニコラウス2世は、ローマへ侵攻する途上のストリで会議を開き、ベネディクトス10世への敗意と波紋を宣言した。その後、ニコラウス2世の支持者がローマを制圧。 ベネディクトゥス10世は逃亡し、これをもって彼の強行為は事実上失われたとされている。ニコラウス2世はノルマン人の援助を得て、ベネディクトゥス10世やその支持者への報復戦争を進めた。1059年初のカンパーニアの戦いでは完全な勝利を得られなかったが、同年パレストリーナ、トゥスクルム、ヌメンタヌムを占領し、秋には ベネディクトス十世のこもっていたガレリアを奪取、ここに至って、この対立教皇は降伏し、教皇位を放棄した。ニコラウス二世は、自らの地位を確保するため、早くからノルマン人と関係を持った。また、キリスト教徒の手でムスリムを破り、シチリア主長国を奪回するという、彼自身の野望のために、ノルマン人は、完璧な軍事力だと見ていた。この頃のノルマン人は、 南イタリアに強力な国家を建設しており、1059年後半には、メルフィにおいて、ニコラウス2世、イルデブラント、フンベルトススーキ教、モンテカッシーノのデジデリウス大衆道院長らが、ロベルトイル・グイスカルドに、アプリア、カラブリア、シチリアの公爵位を、リッカルド・ドレンゴットに、カプア広告を、教会の用語の制約と引き換えにおごそかに与えた。 8世紀頃に作成されたとされる偽書のコンスタンティヌスの寄進状は、東西ローマ帝国からの教皇庁の独立を運命づけるものであった。その最初の成果が、ガレリア獲得におけるノルマン人の援助と教皇庁のローマ貴族による支配からの脱却であった。この間、ニコラウス2世は、ミラノにおけるパタリア派、大司教、聖職者らの争いを調停するため、 ペトルス・ダミアニトルッカのアンセルムをミラノに派遣した。破滅的な生殖闘争に直面していたミラノのウィド動大司教は教皇特使の前に復従した。1059年4月の復活祭にラテラの宮殿で開催した教会会議にビドーらミラノ人の司教たちを強制的に出席させることでローマのミラノに対する優越を確立したこの勝利を懸念した。 この会議は、後に、グレゴリウス改革として知られるイルデブラントの聖職者の規律粛清を推進したばかりでなく、強行選挙の大改革を実現したことで、教会史に大きな足跡を残すことになる。従来、コンクラーベは皇帝の権力が遠方のドイツからローマへ介入できるほどに強い場合を除き、ローマの貴族によって左右されていた。 対立教皇ベネディクトゥス10世の登場は、その結果の一つであり、ニコラウス2世はコンクラーベの改革を志した。1059年の教会会議において、ニコラウス2世は113人もの死去をローマに呼び寄せ、コンクラーベの手続きを含む数々の改革について議論し、改革案を採用した。この結果教会は、ローマの世俗勢力からの独立を宣言し、 この後教皇はローマで開かれる数奇教会議で選出されることとなった。急速な教皇庁の権力拡大を進めるニコラウス2世は当然の帰結ながら新生ローマ帝国との対立を回避できなかった。イタリアの支配権を主張する皇帝ハインリヒ4世とは激しく衝突したが、その争いの半ばにしてニコラウス2世は1061年6月、 重病にかかり式を悟った。そこで彼は、シチリア王国やノルマン人の指示の下アレクサンデル2世を後継に指名し、7月27日に死去した。しかし、ハインリヒ4世の母で殺傷のアグネス・フォンポワトゥは、対立教皇ホノリウス2世を擁立し、教皇位は1064年まで再び分裂することとなった。 神聖ローマ帝国と教皇庁の対立はその後も、続き、ニコラウス2世の側近だったイルデブラントがグレゴリウス7世として、アレクサンデル2世の後を継いだことで、両者は決定的な正面衝突を迎えることとなる。ありがとうございます。